ごめんなさい。はい。いたぞ、賊どもだ。あいつら修道院のお宝を持ち逃げしようとしてるらしいぜ。おやおや、侵入者のようですね。私の商品を守りなさい。これからは物入りになる。賊が持ち出したものは残らず回収するぞ。皆さんどうもこんにちは、ブドウです。ファイアーエンブレム風化雪月、ラファエルクラッセ、第2回目ですね、やっていきたいと思います。まあ物語は、ちょっと5年後というかね、前回からまあ時間が経過して、第2部の方に移行しました。で、第2部の一番最初のマップということですが、ですね、このショーは、まあ、一言で言うと、もう最悪なショーですね。もう最悪なショーです。まず主役がいません。主役がもう今この2人しかいなくて、主役が遅れてからしか来ないと、最初から主役がいないということでまず終わってますし、で、運ゲーが絡みますね。結構運に絡む部分があって、なかなかその決まった攻略パターンっていうか、まあパターンはないことはないんですけど、毎回運に左右される部分があるので、まあそれもまあ難しいと。で、あともう一つ一番最悪なのが、このショーはですね、もう先に言っときますと、犠牲者が出ます。犠牲者が出ます。何回かね、何回もね、一応試しは見たんですけど、やっぱね、どうやって頑張ってもちょっとね、やっぱ死人が出てしまうと。もうこのねマップをこの縛りと同じように、そのラファエル以外に経験値取得禁止で、ラファエル以外のユニットが初期レベルかつ初期値で全員生存ができるような攻略法があったら、ちょっと教えてもらいたいぐらい、ちょっと私にはちょっと無理でした、その条件で全員生存は。それでも全員生存できる攻略法があったら教えていただきたいなと思います。もうちょっとこの章はかなりしんどい章ですね。でまずこの2人なんですが、ベレスは、まあ、前回と変わりなくレベル1で、で、まあ、ステータスも別に変化はないなと思います。まあニルバーナレベル1ですね。でクロードが、前回は貴族のレベル1だったんですけど、なんかレベル3に上がってます。上がってるけど経験値を入れたわけじゃなくてな、多分この最低レベルが3なのかな、第2部からちょっとレベルが2つぐらい上がってて、で多分ねドラゴンロードにクラスチェンジしてるので、クラスチェンジボーナスがめちゃめちゃ来てて、かなりその頼もしいユニットになってますね。こっから育て上げたらかなり強くなるんじゃない、初期値がね強いから。で今回ちょっと戦いはもちろんしないんですけど、敵の攻撃を耐えてもらう場面があるので鋼の盾を持たせています。ということで、やっていきますかね。まずベレス、ここでクロード、フェイルノートを使わないので預けて、回復を持っとって一番奥までね。このショーはですね、敵の範囲に入らなければ敵はね攻めてこないんですよ。でも少しでも敵の範囲に入ったが最後、全員とは言わないけどほとんどの敵がこうスイッチが切り替わってみんな攻めてくるような、そういう仕組みになってます。クロードは一歩進んでここでターンエンド、そうすると
噂には聞いていたが、このあれよ、賊どもの駆除も貴族の責務か。約束の日は今日のはずですけど、修道院がこの状態では。あれ、あそこで戦ってるのって先生たち？先生、やっぱり生きてたか。なんて喜んでる場合じゃなさそうだ。ようやく来てくれたか。俺たちの人徳も捨てたもんじゃなかったな。あー違う。まあここでね来てくれたんですけど、頼もしいんですけどね、もうちょっとね、この人たちはですね、この人たちもレベルが上がってますね。ローレンツはレベル3で、で前回みんなレベル1の貴族と平民だったんですけど、で丸腰にしてたんですけど、丸腰にしてるとみんな鉄の剣を持ってくるみたいですね。なんかでイグナーツもレベル3で、レオニーはレベル4なんですよね。でヒルダレベル2と、なんかみんな一律レベル3とかじゃなくて、人によってその上がるレベルが違うみたいですね。うん、レオニーがレベル4っていうのは なんでなのかなと思うけど、でみんな剣を装備、初期装備でなんか拾ってきてるという感じですね。でもう主役はねまだ来ないので、ちょっとこれターンエンドをします。2回ターンエンドで5ターン目ですね今。で主役がねこっから現れるんですけど、なんかこの章のね主役の現れる条件が、なんかこの辺のラインを踏む、この辺のラインを越えないと出てこないんですよね、味方が。なのでずっと出てくる前ターンエンドし続けるっていう作戦は無理なんですよね。いつまでたっても出てこないと。なおかつなんかね5ターン目以降じゃないと出てこないっていうなんか謎の仕様があるので、ちゃんと5ターン時間潰してから4ターンとか3ターンとかじゃここを越しただけじゃね来ないので、今5ターン目なのでこれ以降だったら来てくれるという感じですね。で前の章からイグナーツとローレンツには、騎士団を持たせてます。僕が行くしかあるまい。でローレンツでクロードに計略、助かる、鉄壁の備えをします。落ち着いていきましょう。でイグナーツで神速の備え、悪い、助かる。ここのラインを超える役目はね飛行系のクロードに担ってもらいます。で、カッチカチにしたクロードを最大まで進ませる。そして待機ですね。まあこれでどんな攻撃も一発は耐えてくれると。このね足を踏み入れなければ絶対安全マップなのに、わざわざ足を踏み入れなきゃいけないっていうのがかなりもどかしいんですよね。それさえそういう仕様じゃなかったらね、みんなを救えたかもしれない。あれは先生たちか。戦ってんなら俺も手伝うぞ。本当に先生なんですか。てっきり死んだものと。まさか先生の亡霊。来るのが遅いっての、早く加勢してくれ。来るのが遅いっての、もう来るのが遅いっての、本当ちょっとね。でこの3人、まあまあいいや、この2人ね、マリアンヌレベル2で登場します。でマリアンヌは魔法系だからかな、武器はね持ってきてないな、多分武器なしの、ビザイアとか、まあ、ライフとか持たせてますね。あでリシティアも、あこの辺の武器は前回のショーでなんか壊れかけてたやつを持たせてました。なんか修復できるのでこのショーであんまり使わんちゃけどね。でまあ魔法装備でレベル4で来てくれてますね。うん、で我らが主役のラファエルですね、まあ、素晴らしい、うん、最高ですね。で
こっからちょっと 運が絡むんですけど、まずクロードがここにいると鉄壁がなくなったのですぐ死にますね。なのでちょっと安全地帯はないんですけど、とりあえずここに、ここだとあのこの壁があってある程度敵の侵入を防げるので、ここに行きます。で必ず降りる、降りて弓の特攻をなくすことで、なくして、待機で主人公で、俺に任せてくれよ。もうこっからねめっちゃ急いで敵を倒しまくる。アーチャーが厄介なので、キラー棒でよかったかな、まあ、とりあえずキラー棒で、いいね、幸先いいね、初戦闘よしで、進むと OK で、ね、マリアンヌたちはね、はい、やってみ、一応ここに待機させます。急ぎましょう。なんかね途中土地狂って、なんかこの辺の敵がなぜか知らないけどね、マリアンヌたちを狙いに来ることがあるので、ちょっとねこっから弓で攻撃されたとしても3マスに届かないようにこことここに待機させておきますと。でこっちは特に、何でもなかったかな。でここで、うまくやらないとね、これを必ず避ける、絶対避ける。よしよしよし OK。 これ当たるとき当たるんですよね、何回かね やってると結構当たる、連続で当たったりするんですけど、よかった避けてくれて。クロードは毒の弓がねちょっと厄介なんですけど、ラファエルの助けが来るまでクロードはここで耐える。このゲームあのなんか前までのファイアーエンブレムと他のシリーズと違って、耐えるだけなら経験値は入らない。手薄な北と南からなら族の頭を攻撃できる、経験値入らないっていうのと、あと計略、攻撃系の計略は経験値が入りますけど、鉄壁の備えとかそういう補助系の計略は経験値が入らないので、ここですね。なのでちょっとセーフっていうか、まあ、縛りに違反はしてないという感じですね。でクロードは忘れずに回復で、このこいつを倒せるな、倒して、こいつを倒せないとクロードが狙われるので、よし、手柄一つ稼いだぞ。で、最大まで進みます。でラファエルは今からベレスをもう最速で救いに行くと、ベレスがこのままだとやられるので救いに行くという感じですね。でうちを攻撃をすると経験値が入るので外して、こんな無抵抗なさ人たちをさ残したくないんやけどね。でまあこんなところかな。うん、ヘロローレンツイグナーツイグナーツ、あこれ避けろ、あいやこれは当たってもいい、うん、あんないい子が早すぎるよ。よし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 、ナイス。もうちょっとこれなんとかならんかったね。
よしよしで、でとか言ってもうちょっとこの人ほんと最悪なんですよね、マジで。 80%59% か。でもね、結構今からターンかなりかかるのでね、こう何回やってもこの死ぬのはもう確定みたいなもんなんで。調合薬、ラファエルは最短で進んで、どうしようかね。弓は弓を倒さないといけないので弓で。よし。この筋肉に勝てるわけねえだろ。でここやね。ここかな、ここやね。クロード回復やろ。そんなところかな。で、ここはうまいこと、この弓が一番前に来てくれてるので、ここで塞げば、直接攻撃はね、しばらくされないっていうか、すぐにはされないんですよね。で、これがゲームボーイアドバンスとかだったら、こうしてしまえばね、この辺の敵ってみんなここに寄ってくるじゃないですか。なんですけど、この風化雪月、やっぱちょっと AI が進化してるので、普通にね、自分がこいつ狙えないなって思ったら敵はね、なんか別の方向に向かっていくんですよ。なんか頭いいんですよね。そこがちょっとアドバンス時代と違うところ、うん、を倒すことが大事。これ避けろ。まあしょうがない。あの弓が2回飛んでくるんですけど、絶対片方避けないといけない。よしよし、オッケー。運がいい、かなり。この 70% と 50% を両方避けないといけないです。ここがね、結構何回も当たってね、なんかやり直しになることが多かったんですよね。そのためにベレスにあのジェラルト傭兵団をつけてて、少しでも回避をね、回避プラス15してますけど、まあ、少しでもその避けてもらうために騎士団をつけてると。よし、避けてくれたな、危なかった。でラファエルはこの弓をとりあえず優先的に倒す。弓を倒す。よし。よし、手から一つ稼いだぞ。まだまだ。弓とか戦えるぞ。で、ここですね。大丈夫？ラファエル2回当たったら死ぬかな。死ぬけど。ここをしのげば。で、ベレスは回復します。念のためね。で、忘れずにクロードも回復。ここまで来たらね、でもまだ運要素はあるにはあるんですよね。なんかね、土地狂ってクロードを殺しに行くやつらもいるにはいるので、こいつとかね、大丈夫かな。ちゃんとラファエルの方に来るかわからない。結構ね、昔と違って、他のシリーズと違って、コンピューターが敵の動きがね、いつも決まってるってわけじゃないんですよね。この筋肉に勝てるわけねえだろ。師匠、ごめん。約束守りきれなかった。
まだこれからだってのに。私が変わってやるりゃ。悪いけど止まれねえんだ。うわあ。レオニー、レオニー、まだこれからだってのに。私が変わってやれりゃ。あ、これ当たるな、当たるな、当たるな。よっしゃ、当たったら計算が来る。よしよしよし。あ、今回運がいいな。収録一発目にしてちゃんといけてる運ゲーのところやり直すかなと思ったんですけど、うわ、きついね。あー、きついね。ここかな、運ゲーは。いや、物理攻撃してもいいのはいいんやけどね。これ届かんのか。じゃあ斧で殴るか。降りて斧で殴る。おー、いいね。悪いけど止まれねえんだ。久々に見た斧。で、忘れないようにこうね、よく忘れるんですよね、クロールの回復を。よし、はいはい、行きますか。一応乗せとくか。いや、732回とかさ、154回とかさ、984回とか待ってますよね。傷薬を持たせたところで、結構ここの敵をさばくのに時間かかるからね。頑張りすぎたかも。ごめん、抜けます。ヒルダは死亡扱いにはならないけど、もう使えることはないですね。あいつちょっと変な動きしような。なんかね、ここで変な動きされてクロードがね、狙われたりとかすることがあるので、しっかりこの残党狩りはやらないといけない。こいつ大丈夫かな。こいつ危険やな。どうかな、ここ行ってさ、乗って、よし、運ゲーポイントは終わったので、最初から向かってきてた突撃型の敵はもう片付きましたね、一旦。で、ここでクロードの救出に来たんやけど、あ、どうやったかな、ちょっと待って、クロードはね、まだ傷薬とかあるのか。調合薬がまだ残っているんだったら、先にこの2人かな、ちょっとこの2人を倒した方がいいな。よし、そして、さっき言ってたここの敵も倒して、クロードの救出に向かうんですが、ここに敵がいるんですけど、この敵も一緒にちょっと引き連れてこっからね、行こうとすると、なぜかね、なんかどっかの敵がこのマリアンヌたちを狙いに行ったりすることがあったので、ちょっとさっきも言いましたけど、なので必ず上から行くようにとりあえずしてます。何がスイッチなのかはちょっとわからないんですけど、クロードの救出に向かう。クロードお疲れさん、よく耐えた。一時期ね、傷薬がなくなって死にそうになることが多々あったので、よしよし、まだ調合薬あと1個残ってる。で、クロードはちょっと適当にこう拾
落とし物拾いつつベレスの方に逃げようかな。ボスがねちょっと変なところから出てくる可能性があるので、それも、考慮しつつ進軍をします。で次はここの真ん中の敵を頑張って倒すと、ああほらこいつがなんかベレスを狙いに行ってるんですよね。阻止せねば。ナイス。強くならねえと。まあじゃない、まあまあやろ。速さはね上がってほしいんですけど、まあまあまあ。よし、それでですね宝箱をすべて回収しまして、ボス以外の敵を、あここ残っとったね、まあいいか。ボス以外の敵をなお全部討伐しましたので、あとはボス戦だけです。はい、引き続きやっていきたいと思います。まあまあ余裕ですね。バジャルド、はい、やりましょうか。私は違うんだ。やるしかねえか。やるしかねえか。下か。身代わりを用意していて助かりましたね。運が悪いようですし。退散しますか。なんかね、上から逃げる場合と下から逃げる場合があるけど、今回は下か。ステータス見たいな。まあまあいいか。まあなんとかなるので。速さの指輪欲しいね。いや意味ないか、もう持ってるからね。思ってるけど、まあいいや。あなたを捕まえてみれば儲かりそうなんですがね。絶対捕まらんやろ。ラファエル捕まえるってどういうこと。して稼げると思ったんですが、向いてませんでしたかねえ。かねえ。これで片付いたな。いい腹ごなしになったろ先生。いやー辛かった辛かった。こんな再同窓会だって会えてないよね。ラファエル、ローレンツたちとイグナーツたちと会えてないよね。もうこんな感じです。じゃあまあね、ちょっと第2部ね、結構最初からきつい展開が続くと思いますけど、引き続きやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。